参加できたから今までで一番面白かったな。まあ面白かったと。え、まあまあ、でも予想できたし、まあ、でももうシュウさんバッチリ。じゃあ18、19、あと2ついきましょうか。はい、次誰やろこれ。ああ、小林さん、あの作家さんやね、うん、あえて例えるならそれは靴底にこびりついたガムだった。何が。私大洗慎之助がその衝撃に出会ったのは幼い時のことである。こういうこういうのを小さい時に見ていた方がいいのよ。親に言われて見に行ったシェイクスピア四大悲劇の一つリア王、当時の私にはいささか難しい内容だった。それでもきらびやかな舞台装飾、荘厳な音楽、迫真の演技に私の心は完全に打ちのめされた。なんてすごいんだ、世の中にこんなものがあるのか、私もこの世界に飛び込みたい、この衝撃を自分自身で生み出したい、その思いはいつまでも私の心から離れなかった。そして小学2年生の時、私はついに舞台演出家としてデビューした。学芸会の演目を決める時、私は思い切ってリア王を提案した。小2でリア王。さすがにクラスの皆はポカンとしていたが、他に候補もないという理由で決定した。私が演出家をやると手を挙げた。演出家というものが何なのかわからない皆は特に異議を唱えなかった。人生初の演出作品である。おのずと気合が入った。だがそれは同時に苦難の道のりの始まりでもあったのだ。練習を開始して10日後のことである。どうしてセリフが出ないんだよ、絶対に今日までに覚えてこいって言っただろう。悪い、忘れてた。忘れてたで済むか。私はいつまでたってもセリフを覚えてこない連中を、責めていた。たった3つしかないセリフをどうして覚えてこないのか私にはわからない。今でも思うが、役者というのはどうして演出の言うことを聞かないやつが多いのだろうか。そんなことはないと思う。そしてまたどうして演出に忠実に従うやつはつまらないのだろうか。あ、お前たち本番でセリフとちってもいいのか。だったらお前がやれよ、俺は忙しいんだよ。忙しいってどうせテレビかゲームだろ。急にクラスが黙り込んだ。私はだからどうしたとでも言わんばかりにふんぞり返った。すると女子の何人かがボソリと言った。何よ、学級委員でもないのに偉そうなこと言って。先生でもないのにあれしろこれしろなんて言わないでよ。演出家は嫌われ者である。テレビで演劇の稽古をしている番組を見てそれは知っていた。役者や裏方たちにひどい言葉を浴びせかけ、無茶な指示を平気で飛ばし灰皿を投げつける。それはもう容赦のないものだった。しかし演出が厳しく当たるのは決して意地悪だからではない。幕を引いた時、客と自分たちが確かな満足を得るために、ただその充実感を得るためだけにどうしても鬼になる必要があるのだ。そんなことはないよ。灰皿投げたらあかんな。ぐだぐだ言うな。カッとなった私は灰皿を探した。だがそんなものは小学校の教室にはないので、手近にあった筆箱を掴んで投げつけた。演出家たるもの、これくらいの厳しさは当然である。しかし次の瞬間、担任の先生に首根っこを掴まれた。そのまま職員室で説教を食らった。その後教室で全員に向かって謝罪をさせられた。だがそれでも私はリア王を成功させるための情熱は失っていなかった。たかがこの程度のことでくじける私ではない。次の日の放課後、練習の時に先生が皆に言った。これからはお笑い君の苦労を減らすためにみんなで演出をしましょうね。はーい。全くバカな話である。私は当然猛抗議をした。芸術というのはそんな民主的じゃダメなのだと。一切の妥協を譲らさず、それぞれがそれぞれの持ち場で尖った才能をぶつけ合うから面白いのだと。どんな小児やねん。しかし先生は聞かなかった。真剣にやるのもいいけど、昨日のようにギスギスしちゃいけないと思うの。ああ、女やったか。先生は仲良くしましょうね。仲良くしましょうね。仲良く芸術が作れるとでも思っているのか。ちゃんちゃらおかしくて苦笑するしかなかった。身体制度の練習が始まった。新練習を行い、それについて全員で意見を出し合う。きちんと相手を見ろ、目線が大事なんだよ目線が。私が怒鳴る横で誰かが横槍を入れる。
目線とかどうでもいいよ。ジャンプしながらセリフ言ってみたら目線とかどうでもいいことはないことはないまあな、俺らがな意見させてもらうとしたら、やっぱり芸術についてしっかりやってきた人が演出をするのは当然やけど、でもこいつのやり方は役者がついてこうへんから、そうそうそう、そんなに力のある演出家やったらまだしもな、普通の演出家な、そんな風にやってたら役者嫌になって やる気なくなるから、そうそう、いかに役者にやる気を出させるかっていうのもね、そうそうそう、演出家の仕事ですね。役者に指示出すのもすごく難しいんやけど、 でも役者にやってることをしっかり見てる演出家の言うことやったら多少きつくても聞くんやけど、ね、やっぱりろくに見てもないのに自分の意見だけを一方的に押し付ける演出家はな、やっていけないよ。演出って、まあ、つまり演出って難しいってことですよ。そう、難しい難しい、うん、指示出すってのはすごく難しいよ、うん、そう、うん、ね、はい、はい、でもジャンプしながらセリフ言ってみたら、はい、っていうか木の役の俺らにも何か喋らせろよ。またこれギャーっていうかジジャーンとかいかねえかなもはや誰の指示を聞けばいいのかわからないありさまだった。これを皮切りに言いたい放題が巻き起こる。男子と手をつなぐのは絶対無理。じゃあ参加すんの。ちょっと小2でしょ、小2って書いてたよね。なあ、そんな無理小6や中1じゃないんだからこの衣装かっこ悪い、変身ベルトつけようぜ。私主役やる、あたし主役使って必殺コーワール垂直蹴りでダーンのズズーのババーンのバーンだ。ごちゃごちゃ言うな、台本通りにやれ。とうとう私の怒りが頂点に達したみんなで意見を出すんだろ。そうそう、大洗くんは応募、超応募、応募もはや連中どころでなくなってしまい、そのカオスは何日も続いた。一週間後、これでは収拾がつかないと皆がようやく気づき、また私一人が演出をやることになった。気づいたんや。もう本番まで残された時間はあまりない。私はこれ以上ないほど気合を入れて、作劇に挑んだ。なんだよ、その棒読みを。もっと感情を込める。教科書と読むのも、教科書読むとわけが違うんだよ。いや、教科書読みをバカにすんなよ。そうね。私は容赦なく役者に劇を飛ばしていた。だってそんなの恥ずかしいし。なんだと、リアリティが足りないんだよ。やる気あんのか。わかった、やってみるよ。私の厳しい演出のおかげで皆も少しずつだが上達してきていた。もう少し、もう少し辛抱すれば、我々は皆素晴らしい充実感を手にすることができるだろう。ここに来てようやく私は手応えを感じることができた。そんな時だった。馬の後ろ足役で出演していた男子がいきなりズボンを脱ぎ出した。パンツも脱いだ。そしてそのまましゃがみ込んだ。眉間にシワを寄せて力んだ。あれは本気だった。突然の気候にクラス全員が大騒ぎになった。逃げ惑う女子、笑い出す男子、思わず両手を彼のお尻の下に差し出す先生そして呆然とする私。皆が落ち着いてきた時、私は彼に聞いた。どういうつもりだよ。だってお前リアリティが欲しいって言ったじゃん。だからもううんこしかねえよ言葉がなかった。クラスが爆笑老人に飲み込まれて、どんだけバカやねんどんだけ笑いのレベル低いねん体から急に力が抜け、私は一人床に崩れ落ちた。リアル、それがリアルだというのか。いや、うんこを否定するつもりはない。うんこで笑うのもわかる小学校だ。確かにうんこはリアルだ。面白いうんこはライブだ、臨場感だ。しかしそれは違うんじゃないか。自分の求めるリアリティとはそういうものではなかったはずだ。もっと別の絵空事とは思えない緊張感とか、生の感情のぶつかり合いとか、そういうものを期待していたはずだ。
私は混乱した頭を抱えた。どうして芸術は崩壊していくのか、このど素人が気がつけば私が顔を真っ赤にしてわめき散らしていた。その後の記憶はない。すぐには立ち直れず、しばらく学校を休んだ。学芸会は私抜きで行われ、それなりに高い評価を得たそうだ。芸術とは何か、演劇とは何か、人間とは何か、世界とは何か、これらの問いに答えようとするとき、私は決まってあの頃の若い苦い経験を思い出す。あえて例えるなら、それは靴底にこびりついたガムだった。いや、雑音だらけの AM 放送、いや、蒸しすぎた肉まん、いや、かえって汚れる足浮きマット、いや、それはそう、夜中に書いたラブレターのようなものだった。はい、お笑いさんの過去が洗い出されましたね。はい、だいぶ浮いてたということやね。すごい小学生やったやな。うまやな。